霊夢さん今回の機体なのですが。翔星さん、この機体のデータは後の小型モビルスーツ開発に活かされたっていうよね。そして複数人が登場できるのが特徴ですよね。サナリーが開発した小型モビルスーツの大ヒットだよね。はい、それでは皆さん、ゆっくりしていてね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、サナリーが開発した小型モビルスーツとは、ロトでございます。連邦の特殊作戦グループエコーズのために特別に設計されたんだよね。ロトは極秘の条件下でサナリーによって秘密裏に開発された機体であり、宇宙世紀で成功した小型化されたモビルスーツの一つですね。そしてロトは可変機構を持っているモビルスーツでもあるんだよね。そうですね、連邦軍が必要とする特別な任務と特別なステルス戦闘を実行できるようにすることを主な目的とした可変型モビルスーツですね。ロトは陰徳性の高い機体で、かつ8人の兵士を収納させることが可能なんだよね。結果、高い機動条件下で迅速に移動でき、可変歩兵戦闘車両の包括的な編成を迅速に展開できるモビルスーツになっておりますね。小型だけど、たくさんのパイロットを乗せられて、スピード速く動き回れるってすごいことだよね。それを実現させるために、サナリーは超小型熱格炉を採用しました。ただ、超小型原子炉のため、従来の MS に比べて出力がやや弱くなっておりますね。この小型化は、当時 MS 業界で圧倒的な地位を築いていたアナハイムの技術協力を得て成功したようだね。このダウンサイジングは当時としてはかなりすごいことであり、このノウハウが後の小型モビルスーツを開発する際に活かされたようですね。さすがサナリーだね。ロトの機体構造ってとても興味深いというか。それではここからはロトの構造的特徴についてお話ししていきましょう。最初に機体内部と外部のコンポーネントの一般的なサイズが調整されました。サイジングとエンジンが小型化されたことで、機体サイズが 12.2 メートルだけど、たくさんの兵士を運ぶことが可能な十分な内部スペースを確保することに成功しているんだよね。そうですね、さらにロトのスピードは最小弾道抵抗のみを保証するくらいの装甲素材を採用し、機体重量を極限まで軽量化することで、出力不足によるスピードの低さを補うことを目的としていますね。それで当時の技術の限界を詰め込んでいったと。そういう条件下で開発部門は長所と短所を補完して、機体の全体的なパフォーマンスを徹底的に見直しました。そして予想を上回る可変機構モビルスーツ形態とタンク形態を取れる機体開発に成功したのですね。そういったことから、ダウンサイジングされた機体だけど、たくさんの人員を輸送できるスペースを確保できたんだよね。そうですね、コアブロックの上部にはキャプテンドライバー通信士が入り、下部のキャブには戦闘応じて追加の乗組員を乗せていくことが可能で、そこには8名の兵士を収納可能となっておりますね。兵士の収納人数がモビルスーツとしては多いのがロトの特徴だけど、それにとどまらず、最先端の技術が惜しみなく採用されているんだよね。管制後方装置をはじめとする様々な最先端技術を搭載して、さらに小型通信機器を多数搭載し、戦闘エリアから本部と通信できる移動通信機能を備えておりますからね。兵士収納スペースには8人を収納できるけど、特殊部隊の兵士が主に入って、特別な近接戦闘で使用でき、要塞の抑制とか斬撃作戦でものすごく活躍したよね。さらに兵器システムの小型化により新しい仕様も作成されました。右肩の基本装備は 25mm のマシンキャノンです。主に対人と装甲車両用ですね。戦闘の目的に応じて右肩の装備をメガマシンガンと交換することも可能ですね。それらは防空に特化したマシンガンで、本体には空対空の精密照準システムが装備されており、ヒット率が相当高いことで知られていたようですね。
さらに遠隔支援用に片部の武器を 200mm の滑降砲と交換することができるよね。 200mm 滑降砲は主に鉄鋼弾を使用しており、高い貫通力を備えています。前方は長距離支援兵器の開発に豊富な経験を持っているため、性能の点で常に信頼性がありました。そして通常型の武器はタンクモードでよりよく使用できるようになっているようですね。ロトは MS モードに変わると腕の武器も常に重要な攻撃手段になるよね。射撃用に両手にモビルスーツ用の4機のミサイルランチャーが装備されており、さらにコンポーネントは常に用途が広く、3機のミサイルや単発大型ミサイルなどの様々な口径や弾頭のミサイルと交換が可能ですね。さらに両手の前手首にヒューズ装置を備えたビームバーナーは、ビームセイバーに似た溶接銃のようにノズルに短いナイフ型のビームを放射することができるようになっていますね。さらに脅威なのが、濃縮されたハイパワーメガ粒子砲はターゲットを簡単に切断して融合させることができ、戦闘で使用できる武器でもあるんだよね。ロトは地球植民地衛星内部小惑星を主な戦場とする地球連邦宇宙軍特殊作戦グループエコーズのために開発されましたが、それらの任務を確実に実行するには最適なモビルスーツでした。さらに無反動砲のみを使用する特殊部隊の要員に MS レベルの火力支援と歩兵戦闘車レベルの輸送保護をしてくれた素晴らしい機体だよね。そして冒頭でも述べましたが、このマシンの実際の戦闘データは後に徐々に開発の主流となっていった小型 MS の開発の参考になっていったようですね。ちなみにロトってザク2と比較したら全高重量ともにかなり小さくなっているにもかかわらず、パワーはほぼ互角なんだよ。すごいところですよね。機体開発の急激な発展が伺えるお話ですね。実際にアニメ本編でもすごく活躍した印象があるね。インダストリアル7紫外線においてダグザ・マックール中佐式のもと、クシャトリアに対サイコメー域戦術を使用しました。これは追尾してきたファンネルをネット弾で絡め取り、地上に墜落させて無力化するというものですね。地道ですが確実なこの方法によって計2機のファンネルを無効化させたくらいですからね。素晴らしい活躍だよね。はい、今回はロトについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい、視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。